西澤ロイの5 minutes English。 Good morning everyone。 こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。 5 minutes English。 このコーナーは朝の5分間で気楽に、そして楽しく英語のポイントを一つ学んでしまおうというコーナーです。毎回面白い、もしくはびっくりするような海外のニュースをご紹介しておりますが、今回のニュースはイギリスからです。67歳の女性が目の調子が良くないということで白内障の手術を受けることにしました。その女性は、目の不調は年齢的なものやドライアイが原因だと考えていたのですが、医師が目の状態を詳しく検査したところ、とんでもないものを発見しました。その女性の目の奥から青みがかった塊が出てきたのです。なんとそれはコンタクトレンズの塊。使い捨てのコンタクトレンズが17枚分重なったものが目の奥に入っていたのです。そして後日再検査をしたところ、新たなコンタクトレンズの塊、今度は10枚分のものを発見したということです。女性は使い捨てのコンタクトレンズを約35年間使っていたとのことですが、目の奥からそんな塊が出てきたことにショックを受けた模様です。まあ本人ももちろんショックかもしれませんが、目の中にそんなものを入れたまま気づかない人がいるというのがなかなか信じられないですよね。さて、この女性は異物を摘出した約2週間後、目の調子はとても良くなったと話しました。このニュース記事の英語のタイトルは Surgeons remove 27 contact lenses from women's eye。 Surgeons remove 27 contact lenses from women's eye。医師らが女性の目から27枚のコンタクトレンズを摘出。The Guardian のニュース記事からご紹介しました。今回取り上げて解説したいのは、目とその周辺に関する英単語です。まず、目のことはもちろん eye ですね。スペルは E-Y-E と書いて、発音は eye。これは特に問題ないでしょうから、このまま2回リピートしてください。I。では次に、まぶたを英語で言えますか？答えは、eyelid と言います。I、E-Y-E の後に、蓋を表す lid、L-I-D をつけて、eyelid と言います。これもリピートしてみましょう。eyelid。eyelid。次は、眉毛です。英語で言えますでしょうか？答えは、eyebrow と言います。e-y-e-b-r-o-w で、eyebrow。スペルから、eyebrow と読んでしまう人が時々いらっしゃいますが、 eyebrow が正しいですのでご注意ください。2回リピートです。 eyebrow、 eyebrow。 眉毛の次はまつ毛に行ってみましょう。英語で言えますでしょうか？女性はお化粧用語としてご存知の方も多いかもしれませんが、 eyeLASH で eyelash と言います。 eyelash という答えを聞いて、あーと思った人も少なくないでしょう。そういう方はしっかりと思い出せるようにリピートで口から出しておきましょう。まつげは eyelash、 eyelash。You have been listening to 5 minutes English。 お届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.